よく見かけるけど、あれってなん電柱に巻いてあるイボイボのシート。電柱標識板といい、反射材により事故を未然に防止するためと、張り紙などを防ぐためにイボイボになっている。シャツの背中についてる輪っか。ハンガーループといい、昔はフックにかけられるようにつけられていた。今もその名残でついている。リュックについている豚バナ。ピッケルホルダーといい。 本来はここにピッケルを固定して運ぶものだが、デザインで付けてあるものもある。メジャーの先端についている小さな穴。釘やネジに引っ掛けて、引っ込んでしまわないようにするためのもの。電源ケーブルについている筒状のもの。フェライトコアといい、高周波ノイズを抑えるためについている。ニット棒のてっぺんについている玉。ポンポンといい、もともとは船乗りが狭い船の中で頭をぶつけないように。 センサーとしての役割を果たしていました。新品の服についてる小さい布。穴が開いた時の掛けはぎ用だけでなく、洗剤や洗濯温度を試すためのもの、新品の服が縮んだりしなくて済む。